お疲れ様です。先ほどね、先ほどものすごく切ないニュースが流れてきました。ある方の訃報なんですけども、この方っていうのは、ある温泉施設の責任者をされていて、その温泉施設っていうのは、一年に二度ほどしかお湯を変えてなかったってことがね、判明して、謝罪会見をしたその直後だったんですよね。自ら山に入ってお亡くなりになったということなんで、おそらく自ら、 ということなんでしょうねここで何が言いたいかっていうとあのやっぱり手放すまあ勝手な見方でねあのお亡くなりになった方にお湯打ちをかけるような部分があったら申し訳ないんですけどもただ教訓として温泉のお湯を入れ替えなかったのは多分このコロナ禍で経営状態が苦しくなってコストのことを気にしたんじゃないかなと思うんですよ。で結局それが言い出せなくなっちゃって。 その旅館とかね、温泉の伝統を守るために言い出せなくなっちゃってで1年2年ととっっちゃったのかなと思いますね。で、それを正直にお話しして謝罪しようと思った時にはものすごくこのバッシングが大きくなっちゃっていて本当にそういう間違いを犯す前に告白してればまた別の道があったのかもしれませんけどもでも目先の営業を続けるためにね ここは私と重なるんですけどもやっぱりやらない方がいいことを続けてしまってだんだんそれが日を重ねてしまって今更さら言い出せなくなっちゃったけども最終的にもうどうしようもなくなって自ら、はあ、告白するに至ったでそのままじゃやっぱり責任を全うできないと思ったんでまあ自らね命を絶つっていう選択に出たんだろうなと思いますさっきニュースで見てね なんかすごいこんなに誠実な人が何で申し訳なさそうに背中丸めて裏もっとねいけたかに権力を振りかざしてインボイスだ消費税だっていうふうに振りかざしている今予算委員会やってますけども本当に死を意識しないといけないのはこういう人たちなんじゃないかなと思いながらいつもね末端で。 一生懸命汗をかいてらっしゃる方が辛い思いをするなと思ったんですよ。でまさにホームレスになってしまえば何もなくていいわけですよね。何も見栄を張る必要も忖度する必要もなくて自由なのかなというふうに思っちゃいますよね。まあでも人はなかなかホームレスになるって選択をできなくて特に年を重ねれば重ねるほど家族や子供友人信頼会社組織 そういったものを身にまとってですねま例えばまとうほど大きくは見えるんだけどもでももろくもなっていくのかなとたこあげみたいですよね高く上げれば上げるほど落ちた時に大怪我をするとでもあんまり上がらなくてあんまり上がらないなと思った時っていうのは落ちてもあんまり怪我をしないみたいなねだから怪我をしないぐらいのジャンプでいいのかなとかいろいろ思っちゃいましたねまあ、とにかく本当にお悔やみを申し上げたいと思いますこんな真面目な方がね ここんなななとににっってて、しまって本当にやるせないですよね。まあ、森友文章の改ざんと比べたらね本当にどっちが悪かなというのははっきりしてると思うんですけども世の中不条理でございます。